2023年明けましておめでとうございます。福袋回しますということで、今年のお正月福袋は、まあ、たくさんね、ラインナップがありましたけれども、私はこちらのバーサーカー単体攻撃宝具のところを回したいと思います。まあ、理由としましては、あの他の福袋の中身を見た時にですね、他の福袋はもうすでに持ってるサーヴァントが1機以上いたと。で、唯一このバーサーカー単体攻撃宝具だけどのサーヴァントもまだ持ってないっていうことで、まあ、せっかくなら持ってないサーヴァントが欲しいなっていうので選びました。はい、ヒントキー持ってないんです。持ってないんですよ。すごく強いのに持ってないでして、で、エッチャンオルタもね、よく高難易度とかでそう出てくることが多いかと思うんですけど、まあ、持ってないし、まあ、歳三さんもね、歳三さん、はい、土方さんもね、持ってないわけですから、あの新選組を揃えたいという気持ちもございます。では早速回します。いっけー、よろしいです。まあ、誰も持ってないのでぶっちゃけ誰が来ても嬉しいです。誰が来ても大当たりという、はい、とても嬉しい感じ。バーサーカーの、単体ですとヘラクレスとか、あと名前どうでした、奥さんクリームヒルト、そうクリームヒルトもね、対象になってますから、星4サーヴァントもまああわよくば欲しいな。ヘラクレスがですね、確かあと1枚で宝具5になるんですよ。でクリームヒルトも1枚持ってはいるんですが、やっぱり宝具が重なってないと火力としてはね、どうしても弱くなっちゃうので、できればまあ重なってほしいクリームヒルト、まあ、そんなキャラの一人ですね。さて、さっきから星さんのバーサーカーがいっぱい出てきますね。ちなみにバーサーカーの単体星4は一応1枚以上全員持ってるのかな、うん、星5に関してはまあ誰も持ってないっていう感じなんですけどね。まあ、今回の福袋は星5が1枚必ず確定で、星4は確定じゃないんだっけ。ただ聖杯がねもらえるらしいと。来ました、金回転。誰だ誰だ、誰が来るかな。あー、エッチャンオルタでした。いや、わかんないよ、まだあるかもしれないからね。エッチャンオルタかわいいよ、かわいい、わかんないですよ。6周年の時の福袋のようにとんでもない紙引きをお見せする可能性だってあるわけですからね。まだここで終わったわけではない。そう、あと3連分くらい残っているのだから、まだ終わりと決めつけるのは早いのですよ。いや、星51枚だけかな。星4も欲しいな。来ないかな。なんかもうさっきからこればっかり。星さんまさかこればっかり。はい、まあいいでしょう。ヒロイン X オルタ、かわいい。クラスはバーサ、バーサセイバーです。多分そう来るか。このお部屋ちょっと寒くないですか。あったかくしてますよ。ラクタタズのエアコンをズババと切っても良いですか。ダメです。はーい、ということで、結果エッチャンオルタでございました。はい、まあ星5確定で1枚ゲット。うん、まあ結果としましては福袋としてはまあ最低保証ということでしたね。はい、うん、まあ良いでしょう。最低保証でもね、ちゃんと1枚確実にもらえるだけ良いですし、まあ、あと昨日投稿したラスプーチンのね、ガチャ動画では、まあ、結論から言うと引け
たんですけど引けてるのでまあよかろうと。というわけで、FGO のお正月ガチャは、まあ、ラスプーチン、そして福袋、うん、無事に完走したのではないかと思います。皆さんは福袋でどのキャラ引けましたか？よかったらコメント欄でぜひ教えてくださいね。うん、という感じで、では今年も2023年も皆さんよろしくお願いします。でちょっと最後おまけで言うとすれば、あの右下ですね、いつもグダコちゃんなんですけど、なぜ今回に関してはネロちゃまなのかと言いますと、およそ2日前かなに行われた冬のコミックマーケットの方で、ネロちゃまのコスプレ写真集を、まあ、頒布させていただきましたと。でそちらはですね、あの通販、イベント後の通販開始しておりますので、ご興味のある方は、動画概要欄とか固定コメントとか見ていただければリンクございますので、興味ある方はそちらからぜひよろしくお願いします、ということでした。では改めて2023年もよろしく。それじゃあバイバーイ。